あ,あ目が覚めたみたいだねよかったもう何時間も意識がなかったから心配したんだよんここはどこだああそっか君は気絶してたからわからないよね私が仕事から帰ってる時、君が私の家の前で倒れてたんだなんで君が倒れていたのかは知らないけどなんとなく放っておけなかったんだ だから君を私の家に入れてこうやって看病してたんだよ <laughs> お礼なんていいよこれは私が勝手にしたことなんだし私は君が元気になってくれただけで嬉しいよそうだ長い間眠ってたしお腹も空いたでしょ <laughs> 君のためにご飯作っておいたんだ大して料理は上手じゃないけど君のために頑張ってみたよ それじゃ早速ご飯にしよハか。<laughs> どうおいしいよかったまだまだあるからいっぱい食べてねお君、ほっぺたにご飯ついてるよこっち向いて、取ってあげるうん取れたよ <laughs> 君は可愛いねさっきから行動がまるで子犬みたいで見てるこっちが癒されるよああ別にバカにしてるわけじゃないよなんだか守りたくなるっていうのかなそんな気持ちになるんだあそうださっきから君って呼んでるけど君の名前は何んどうかしたの 自分の名前くらいわかるでしょ？思い出せない。自分の名前を。えっと、それって。記憶喪失ってこと？そっか。何も思い出せないんだね。けどね。悪いニュースばっかりでもないよ。だって君は？ 記憶喪失のまま家もわからずのたり死ぬはずだったけどこうやって私に拾われたんだから私がいる限り君はこの家で安全に過ごせるし君が望むなら永遠に私の家にいてもいいんだよ <laughs> なんてね冗談だよ冗談まあ永遠とまではいかなくても君の記憶が戻るまでは私がお世話するね 話してたらもうこんな時間か。私はお風呂入ってくるから、君はここでおとなしくしててね。あんまり動き回られると私も困るからさ。あ,あと一つ。あそこの部屋は絶対に開けちゃダメだからね。もし開けたら。いや、何でもない。とりあえず。 あの部屋には入らないでねんねえ何してるのこの部屋、開けちゃダメって言ったよね <laughs> そんな驚いちゃって腰抜けちゃったの体に力入らずに床にペタって座っちゃって。 かわい,いねまあいいや見られちゃったものは仕方ないよねほらわかる私の部屋の壁や床天井にびっしりと貼ってあるもの <laughs> そうだよ全部君の写真全部違う写真だよほらあれは君の着替えてる写真 あっちは君がお風呂に入ってる写真あれは君の寝顔だねうんそうだよ私は君のストーカー君のことが大大大好きなストーカーだよ今までは君の写真を撮るだけで満足してたんだけど最近はなんだか物足りなくなってねどうせなら本人を私のものにしちゃおうって思ったんだ だから君が油断したところを後ろから気絶させたのそれからは君の知っての通り私が自分の家に君を運んで完備をして記憶がなくなったのをいいことに私のものにしようとしたまそれも君がこの部屋を開けたことで全部バレちゃったんだけどね <laughs> うんどうしたの そっちは玄関だよ<え>家に帰る<笑><笑>君って本当に可愛いのかバカなのかだってさ考えてみてよ君は記憶喪失で自分の家もわからない上えに。 私が腰を抜かしてまともに動けない君のことを簡単に逃がすとでも思ったほらもう君のこと捕まえちゃった <laughs> 体に力入ってないよそれでも本気で逃げようとしてるの本当に可愛いだからこそやっぱり私のものにしたい そうだ。またやり直せばいいんだ君が記憶をなくした時みたいにまた君を強いショックで気絶させて私の報酬を知らない君に戻せばいいんだ安心して痛いのは一瞬だしもしも後遺症が残っても私が一生介護してあげる大丈夫君は私のものになるだけ 私の愛をその体で受け止めて <laughs> ずっと大好きだよ